どうも、おはようございます。そっかの久保です。4月19日朝6時の相場解説になります。まあ、この放送は今回もですね、FX オリアル日の皆様と、それからそっか限定動画をご覧の皆様にお届けしております。で、今週はですね、上昇圧力はあるんですけども、一旦下の方に下がるんではないかなと思いながら見てきました。え、週の頭にお話ししたところをちょっとね、一部抜粋してお届けすると、こういう風なチャンネルラインがあったわけでしょで、その中で、 陽線が日ごとにこう出ていましたけども、えー、もうね、結構クライマックスのとこまで行っちゃったんで、一旦このチャンネルラインで言うと、下がる方向に行くんではないかなと思ったんですよね。で、それが月曜日火曜日来なかったもんですから、いつかなと思ったら昨日来たみたいな感じでしたよね。で、昨日は限定的ですけども、ロスカットを食らいながら、その中で新しいレンジオプションを 作ることができました今日はねそのレンジオプションを使って売買、えー、を繰り返していくってことになりますいよいよレンジオプションのレンジ内の幅ができてきましたんで、えー、いつものね、えー、上下両方とも稼いでいくみたいな手法になっていくわけですけどもこれ4時間になっていくとだんだんチャンネルラインがねこうやって分かりやすくなってくるわけですね で、昨日はここら辺で、えー、ロスカットを食らったってことになりますけども、これは詳細はね、1時間で見た方が分かりやすいと思いますんで、一旦置いときましょう。で、この、チャンネルライン、斜めになってますけども、実際これをね、何度も言いますけども、傾けるとどうなるかっていうと、まあ、あの、普通のレンジオプションなんですよ、実は。このえ、上昇トレンドのチャンネルラインっていうのも。だから、レンジオプション、レンジナオプションですから、こういう風な理屈が効くんですよね。この範囲で、 セルをかければ利益が取りやすいとでこの範囲で倍を取ると、それも利益が取りやすいっていうね。これレンジオプションの考え方でしょ。まあ、ですんで、チャンネルラインもこうやって引けるようになったらね、あのー、縦トレンドでも逆トレンドでも右肩上がりトレンドってことですよ。右肩下がりトレンドでも。チャンネルラインが引けると、もうこれは,はあとは確率の問題だよってことなんですよね。じゃあ1時間見ていきましょう。 え、1>, 1時間で新しいレンジオプションを作りました。こうですね。これでいきましょうかね。ちょっと多少数値変わったかもしれませんけど今の時点ではこうなんで、だからもうちょっと過ぎましたけども、ここで倍で取ってる人ってのは今含め益なわけでしょで、最大利益はここまで伸びてたわけですよ。こういう風にして、アレンジオプションってのは利益を繰り返し繰り返し取っていける、コツコツと貯金するフェーズなんだなっていうことができると思います。今上と下に細いね、 あのなんかこうゾーンを作りましたけどもここでいわゆる倍ををすすするるかかこここでセールをするかってことになります昨日はですねこの辺りで倍をしたんで損切りをやっぱり30ピップス弱食らっちゃったわけですけども、まあ、大した損失じゃなかったですね30ピップス弱スタンダード講座でロットが1だったら大したことないでしょ だかななゃいけないけですよね。逆に利益が出るときっていうのはそれ以上のリスクリワードが取れるわけですからあのやっぱねあのエントリーするときっていうのは多少度胸が必要ですけどもデモトレードで繰り返していくと大体の自分の確率っていうのが整ってきますんでそうなると結局あの実弾を込めてねロットを打つときでもそんなに怖くなくなるわけですよ。まあ、ですんで、す ロットがい、ね、まだに0.01とか0.1って方いらっしゃると思いますそれはそれぞれの進捗なんで悪くはないんですけどもトレードを1000回ぐらい繰り返していってでまあ本当はね記録をつけてもらいたいんですよで記録をつけると自分のテクニカルの進捗によっての結果が出てくるでしょで五分五分以上に勝ち越してればもうロットを入れ続ければあの資金は増え続けるってことになるじゃないですかそれを狙っていただきたいなと思いますよねまずはね はいで精神力の問題ですけども結局繰り返した数だけ精神力っていうのは積み上がっていきますんでなんかね精神力がいきなりねつきましたってことはないですからね少しずつ精神力も積み上げてその経験の中からね大体こんなもんだろうっていうのがそのまま心の強さになっていきますので今日はそれを忘れないようにしてくださいそれではレンジオプションでいきます引き続きこのレンジオプションで今日は勝負していきましょう場合によっては今日明日そして明後日も使えるかもしれないですよこれははい あ言うまでもなくですけどもブレイクアウトも忘れなく。